たよ。もう始まります。出します。皆さん、集まっていただいてありがとうございます。今日は MC を担当させていただく、なんと今日のドロンクのテーマを歌わせてもらっているアジバルと申します。よろしくお願いします。今何か言ったでしょう。ダメだよ、ダメだよ、言ったでしょう。さあ、これからですね、この片山公園でゼロンクのヒーローショーが始まるということでですね、僕も楽しみにしているんですけども、なんで葛飾区のヒーローゼロンクが江戸川に来たか、それはちょっと僕には分かんないんですけども、今日このヒーローショーを見ていただければ分かるのかなと思っております。ではですね、今日も暑い中大変だと思うんですけども、ゼロクヒーローショーを楽しんでいってください。なんと不気味な曲が流れてきたんですが、あれちょっと不気味な曲が流れてますよ。なんだろう、なんだろうな、これ。あれ？さあ、近づいてきましたよ、こちらの方から。皆さん、変な人が待ってますって、気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。こんにちは。こんにちは。私は出てます。完全回数。これは、どういうものだ。僕のバル？クワガタイガ？何これ？何これって。我がベースバルじゃない。世界中に資料を持っていて、私は、南米支部からわざわざこの格好悪い日本でやってきた。そしてな、いつもなら葛飾区というところを標的にしているのだ。今日はこの江戸川区を標的に解除しますからね。ああ、なんて迷惑な話なんだろう。まあ、いつもなるよ。こういう瞬間に、あの憎きゼロンズが、ここに現れて、俺たちの邪魔をするんだから。そうだな、葛飾、いるんじゃない！葛飾区ではない。ここ、江戸川区に標識を変えたとは、あのゼロンズも、何を思うかい。なんか迷惑な話だけど、何しに来たの？何しに来たのだって。お前はその前に誰なんだよ。あ、僕は MC の秋田だ。そっか、分かった。あ、いいの？さて、今日この映像があるけど、フリーマーケットというものをやっているらしいのよ。そのフリーマーケットの中にいる子供たちは、俺たちベースがあるんだ。悪の戦闘員に返し割ろうと思ってるんだ。それでは、とにかく、そのフリーマーケット会場というところに行ってみようと思う。じゃあ、行くぞ、戦闘員。気をつけてくださいね、本当に迷惑な話なんだけど。で、今の方行くってことは、いいかな、みんな。
近づかないでくださいね。危ないから。悪の先輩にされちゃいますよ。高く衛星ロック上に到着日を開けろ。